が何言ってんかわかんか？オラにはただ叫んでるようにしか聞こえねえ、うん、俺わからない。じゃあなんで今二人で叫び合ってたんだよ。さあさあってなんつうか、どっちのブーもオラにはよくわかんねえ。悟空、あいつ来るぞ。見えてる暇ねえっちゅうことだな。よし、オラも一丁やってやっか。Get ready! ねえま、自分みてえだな。普通つかんだみてえだな。よし、次はいい感じだ。最後だ、息入れてやるよ。逃がさないぞ。できるか。ああ、無事でよかったわ。実は今、大変なことになってるの。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。
あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私はお風呂に入っている時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめもう乙女って年じゃ。サンクとにかく事情は分かった。ソン、いやソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたね。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうな。自分のことは自分が一番よく分かっている。自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。よし、修行始め。すげえな、もうコツつかんだんか。よし、次は行くよ。行くぞ。十分慣れてきたみてえだな。最後だ、受け入れてやるよ。やるじゃねえか。1号はカプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。ご覧の中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな、きっと大丈夫だ。だよな、大丈夫だよな。悟空の中にいるお前、結構いいやつなんだな。うん、お前とはいい友達になれそうだ。だが、なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったもんな。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね。
作り直されてはいるけれど、元の16号の記憶もあるって感じかしら。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないようだな。あ、そうだな。